あと10年ぐらいしたら本当にあのなんか日産の博物館から寄贈して、ね、取っといてもらった方がいいと思うよ。そうだね、うん、もう乗り潰しちゃう。だってお父さんと一緒にペイントは自分たちで塗って、そう、塗ってやってた、補修してたっていうの。あ、そう、なんかさ高速とか走るとさ小石が飛んできてさ、小石が、そう、それで穴開いたりするじゃん。そうそうそう、なるんだよ。そっから錆が入るからもう穴開いたなっていう瞬間にもうタッチアップペイントでこうやって塗ってた、うん、やってたらしいね。そしたらさニキビのなんかブツブツまだなっちゃったらしいんだよ。なんかボツボツなっちゃったから、あ、もうこれちょっとみっともないからなんとかしようって言って、もうペンキがないからと調合してもらって、なんかわざわざ作ってもらって、そこまで行くとさ、でもヤスリかけてさやってたの。骨董品じゃない、うん、でもそれで塗装いくらかかるかなと思って日産に聞いた、見積もり出してもらったら全塗装100万円とか言われて、かかるよ、塗装だけでそんなかかるんだと思って、うん、